一斉に下げてきまして、青コーナー、ジャガー横田選手に、佐藤恵美様より花束が、そして森川由香様より激励賞が、赤コーナー、ダイオネス飛鳥選手には、モーディープのモチ様より花束が贈られます。ただいまよりレジェンド・オブ・メモリアル・ファイト10分間エグビジョンマッチを行います。青コーナー160パウンドバイソン・キムタウ、マスク135パウンドジャガー横選手たちが核となる可能性だってありますよね。なるほど。
今日お手並み拝見ですよ。往年のレッグボンバー出ましたよ。レッグボンバーなんて呼んでたんですよ。まあレグラリアとね、往年の技がポンポン出てきます。木村健吾のレグラリアというのももっと飛んでますから。はい、おっと、ヒップアタックだ。このね、ヒップアタックを今みんな受け継いできてますよ。もうね、お手本ですよね。はい、ね、工藤めぐみとかね、はい、まあ、61年組っていうのは一番最初 の最初の弟子なんで、はい、61年組にこのバイソン木村初めて今日組んだわけですけどね。なるほど、同期に鼻が高いって言ってますよ。まあそうですか。もちろん試合もやったことないし組んだこともない、ね、なるほどね。アジアもね、誰も他の61年誰もやってないというね、はい、ジャガー師範ですから。ジャガーは8年9ヶ月ぶりぐらいじゃないですか。そうですね。まあ一回アスカの引退試合でキュート出ちゃったことありましたけどね。まあ86年引退ですから、はい、まあ今94年、まあ、ほぼ8年。そうですね。ある8年、はい。全くしかしこのブランコ感じさせないんじゃないですか。いや、見ちゃって今懐かしい気にしますよ。キーロックでぐるぐる回る。キーロックぐるっと回ってね。今、はい、今見ないですね、これね。と言えば。今見ないですよ、こういう動き。これもうここ3年ぐらい見てないですよ、こんなの。今回一番嬉しいのはバイソンが出てきたことですよ ね, すね、まさかというね、はい、バイソンがやっぱ固くなりにねこういう試合やらないっていうことでしたからね、はい、やっぱり、まあ、しかしファンは望んでますから。ここに来てるファンでやっぱバイソン木村が見た人いると思うんですよね、はい、その思い出をやっぱり持ってる人が来てると思うんですよね、うん。まあ、ジャガイはもちろん俺はアスカっていうのはかつてを知らないかもしれないですけど、まあ、かなりあの男のファンの人からね、はい、だからバイソン木村の思い出っていうのはもうあの頃から男のファンをジャングジャックはユニバーサルを行って、出てでこっちで全勝で引きつけてきたという、まあ、最大の功労者とっても過言じゃないですよ、バイソン。やっぱり歓声多かったですね、さっき初登場して、はい、リングインした時はね。さあ、そしてまたバイソン対アスカ、何か、はい、ジュックエキシビジョン、もったいないなというこの4選手の動きですね、これね。やっぱり旗揚げしたら、このカードが出てくるじゃないですか。いやいやいや、まあ、なんか本当にそんな話ありますけれども、はい、新人の時はちらっと当たったことあるらしいですけれども、ね、あ、そうですか。連続した者同士でね、はい、新しい試合がこのアスカのポジションが昨日できたばっかりなんですよ。これなんか渋いじゃないですか、ポジション。昔の、ね、雰囲気をこれ醸し出してますよね。昔のちょっと紺色のコップオフネートを着てた、これ ね、 あのバイソンアスカの STF かけたいって言ってたんですよ。なるほど、念願の STF でしょうか。リング中央ご覧のポジション。そういえば STF やってましたね。女子プロレスで STF を初めてやったのはバイソンじゃないですか。うん、今はね長谷川なんか得意技してますけれども、アジアキングなんかもジャパングランプリなんかの試合でアジアとやった時には全部苦しめました。 STF で勝ってるじゃないですか、このバイソンが。リバースね、アスカ後ろ回し蹴り、フォートーブ。アスカとしてもこれは本当にカンバックへの布石です。もう第一戦ですからね、はい、うわ強烈。今回のね戦いによっては今後のあれが占われちゃいますよね。はい、お客さんに今日はまあ楽しくやるなんて言ってましたけどもね、12月が本格復帰戦なんて言ってますけど、なんかやっぱりアスカっていうものを心の片隅に残してお客さん帰ってもらいたいですよね。そうですね、その分そのためにやっぱアスカはなんかこうやるんだっていうところ見せないと、これ中心人物ですね。あ、これはあれだ、中心人物下げちゃった。これが見たかった乱れ打ちですよ。乱れ打ちですか。今背中にも一発入れましたよ。手下げチョップだ。なんか夢のシーンですよね、まさに。いやいや、アスカにバイソンが手下げチョップをかける。もうあの髪型が今ちょっとストレートなだけで昔と全然一緒ですよね、変わってないですよね、はい、バイソン君が。出た、このミサイルキックはもうジャガー絶対やるんですよ、これ、もう必ずやりますから、これやるためにジャガー復帰したいのもんですから、ね、なるほど、ね、おっと、オグラエンがどうしまして、素晴らしいですね、動きが。いや、まあ、一番ちょっとこの動き的にはね、ブランクが大きくて心配されたオグラエミですけれども、まあハイパーキャットという時代もありましたしね、はい、あ、オグラはですね、一昨年にあのリングリングリング長内さんの映画でやったんですよ。はいはいはい、いやー、しかしうならせるファイトが目白押しです。まあジャガーの体が細いっていうのがやたらにこうトヨタマナミみたいな後ろから見ると、そうですね、そういう感じもありますが、そういう意味でトヨタと一回シーズンやらせたいですね、はい、女子プロのバネ女子プロ一応来て、はい、やっぱり伝統への挑戦じゃないですけどね、来年中にこれ計画してますからね。あ、いやいやいや、お母さんから言えば爆弾発言というか楽しみな発言。これでもジャガー十分いけますよ。もう北斗晶がね、死んでもレスラーだって言いましたけど、ジャガー横田は、はい、
死んでもまだレスラーなんですよね。死んで生まれ変わってもまだレスラーですよ、ね、顔がもうねレスラーですからね、普通の状態でもですね。あっとアスカがバイソンにサソリ固め、そしてオブラがオブラツイストであります。うん、昭和のプロレスが爆発するか。夢の組み合わせ。猪木と天竜がなんか何ですか、藤波調子でやったようなシーン。そうですよね。猪木と天竜、そうですよね。いやー、まあ、コブラツイスト説得力ありましたよ。はい。お、ああいう形で。ポーンと乗ってしまって、今度は、ああすごい。振り子式でパワーボム。危ない危ない。ああああ。ああそれは。おっと。首に抱えてエアプレスピン。ジャイアントスイング、いやー驚きました。ジャイアントスイング、これはもう来年版ですか、95になりそう。95、ああバイソンも元祖ジミカイマー、あのトップロープに持ってもらいたい。ここで元祖ジャイアントだ。登った登りました、ジミカイマー登りました。これです、これが見たかった、これなんです。さあジミカイマーを引き取ってもらいたい。ちょっと重かったね。いやいやいや、何回いきましたか、3回。今度あの横浜分隊で4回ぐらい。ここはですね、井上京子とのジャイアントスイングタッグ実現するんですよ。はい、あと小倉に今度はけさ切りチョップ。いやいやいや、小倉はもうついっていうか今でもそうですけど、一般人の生活してますからね、かなり衝撃があるんじゃないですか。いきなりけさ切りチョップ街中で食らったらこれ普通失神しちゃいますからね。あっと危ない危ない危ない。いやー、今7レシピのブレンバスターがちょっと崩れた形になりましたけども、メキシコ式のね、ゴーデンクラッチなんですけども、はい、トップロックから、はい、身についてますからね、そういうのがね、かつてのメキシコ遠征とか長式じゃないですか。いや、クロスアームね。いや、これはクロスアームスプレックスですよ。ですね、要するにジャガー式ですよね。いや、ジャガー式は手打ちなんですよ、手打ちで。ジャガー式は手打ちなんですよ。あー、なるほど。ここまでダメなんですよ、ジャガー式は。普通のクロスアームスプレックス。これジャガー式バックドロップですか。ジャガー式バックドロップスプレックス。これはジャガー式。足を抱えてカオルがやりましたね。カオル選手が吉田にやりましたけどね。おっと、今度はタイガースープレックスでしょうか。タイガースープレックスですね。はい。いやいやいや、懐かしいシーンがね。菅原さん大興奮ですね。どこに来たかありますよね、走馬灯のように。これなんか武道館の再現。武道館の再現、武道館の再現。うわー、すごい。武道館の再現ですよ。すごい。あー、そのダイビングエルボーは。これはスカされてしまった。残り時間30秒、時間がない。もっと見たい、もっと見たい。ラスト10秒、アスカがジャガー式バックドロップやってもらいたい。あー、しかしジャーマンですか、高速ジャーマン。ラスト5秒、カウント2、ラスト5秒だ。さあ最後なんだ、ジャガー式。アスカもやり返してもらいたい。これをバックドロップ。あー、今ウジエルがなんか気をつけました。最後にね、1秒か2秒